ブレンデッドウィングボディは飛行機などの機体形状の一種である。翼と胴体を一体的に設計することで空気抵抗低減による上げ効費改善などを実現し、搭載量の増大や燃費の向上といった効果の達成を意図している。ブレンデッドウィングボディ、翼道融合、翼道一体などとも呼ばれる。この形態は滑らかに接続された胴体と翼という外見的特徴を持つ。 かつては宇宙王間機のように特殊な用途の機体や超音速軍用機に対して適用されていたが20世紀末頃からは次世代の輸送機、旅客機といったアオンソク機の設計概念として注目を集めており NASA とボーイングによってその先駆的研究と概念実証実験が進められているブレンデッドウィングボディの先駆である XP-67 BWB 設計により胴体と翼が滑らかに接続されている F-16 航空機に生ずる効力を極力減らすためには機体の外形を不連続的な凹凸のない流線型とし、かつ表面積を減らすことが一般的方策である。BWB はこれを追求していく過程で生まれた形態といえる。第二次世界大戦頃に BWB と似たような発想から生まれた機体に、翼、胴体、エンジンなセルを滑らかにつなぐことで、抵抗低減を狙った、試作機 XP-67 や、陽光比を悪化させる主因である胴体や微翼を、排して、搭載量増大と燃費改善を起とした、保229や w b 3 5といった全、翼機などがある。 超音速機の誕生からその後の宇宙開発初期には、マッハ1を超えることができ、かつ安定した運行が可能な機体形状が模索された。マッハ1から3程度の飛行機では、音速突破の鍵となる技術として、エリアルールが徴用され、これを適用する過程で同翼一体の設計が、盛んに行われるようになった。そのため、この部分を指して、BWB が、 エリアルールの文脈で語られることがある。実際に戦闘機 F-16 や爆撃機 B-1 が BWB を採用した機体としてしばしば言及されるほか、同時代に開発されたロシア製の戦闘機ミグ -29 やス -27 といったアメリカ以外の国の軍用機でも形状から鑑みて同じコンセプトに基づく設計がなされていたと考えられる。 また、アメリカ空軍の偵察機、SR-71 はマッハ3を超える高速、巡航性能で知られるが、その機体形状のためにある程度のステルス性を有していた。一方、宇宙王艦機では超音速飛行時の増波効力への対処に加えて、機体の突起による局所的な熱応力の発生を防ぐため、胴体と翼を、 連続的に接続し可能な限り凹凸をなくした BWB 形態が提案されている。なお同様の着想で生まれた別の形態にリフティングボディがある。また、衝撃波を利用して飛行するウェーブライダーの案に BWB が取り入れられている場合もある。2000年代現在では、全翼機型の次世代輸送機の基本コンセプトを指して、 BWB という用語が引用される傾向にある。これはもともとマクドネルダ・ダグラスが1990年前後の次世代輸送機開発計画の中で考案し、現在 NASA とボーイングが概念実証機 X-48 を用いて検証実験を進めているものである。外見は B-2 のような全翼機に近い。詳細は次節で述べる。 マクドネルダクラスのプランを取り入れて開発された実験機 X-48B1990 年代以降、ボーイング、NASA やアメリカ空軍によって胴体と翼が一体となった全翼機上の大型機の設計概念がブレンデッドウィングボディもしくは BWB として盛んに提唱されている。2007年に無線誘導式の無人実験機 X-48B による飛行が行われた段階に過ぎないものの次世代のアオン速、セムオン速大型機の設計概念として各学会に影響を与えている。また、MIT ではボーイングと共同で2030年までに BWB 型旅客機を開発する計画が進行中である。この BWB では空気抵抗の低減と揚力の発生面積が広い。 ことにより上げ効費が増大し、従来型の輸送機、旅客機に比べて燃費や搭載量といった点で大幅な改善を期待できるとされる。また、機体表面積や突起物が少ないために騒音の発生を最小限に抑えられると考えられている。謳われている特徴をまとめると以下の通り、ありがとうございます。